ちゃ迷ってるんですけど、どうしようか迷ってて、多分明日も5時からするなら、明日もなんかね2個今あってどうするかを、15枠配信か7枠配信なんですけど、まあ、15枠の方がカウント分があるからそれは多く稼げるけど、でも15枠私が死ぬかなと思って、どうしようか迷ってる。エスプッチンさん、シナモンありがとうございます。どっちにしろ結局5時からなんですけど、ちょっと迷ってる、どうしようか。最後の枠が40分かな。でも50分欲しいってか1時間か50分欲しいからってなってくるとやっぱあれだよね、7枠の方がいいよね。最後50分は欲しいよね、取っといた方がいいよね。アリとキリキリマイさん、クロミありがとうございます。どうしようかな、まあでも7枠の方にしようかな。さすがにちょっと15枠は無理、多分みんなもさすがにきついと思うし、クロッピーいっぱいありがとうございます。ラストはなんだそれ、ついていけません。私も多分できないと思う。なので三角さんが載せてくれてるスケジュールの7枠の分でいこうかなと思ってます。りなちゃん絵で見たら今すぐ見たい人は一応後で載せるけど、表とかも、もう早めに見ときたい人はりなちゃん絵で三角さんのツイートを見てもらえれば。チュピタン、ケロッピありがとう。シュンさん、レインボースターありがとうございます。ピナピナさんありがとうございます。明日平日、そっか明日平日か。ココロちゃん、ハートチャックありがとう。キュン、ケロッピニさん、キャラクターありがとうございます。明日平日なのきついな、お仕事で来れない人結構いると思うし。ラーメン、ハートチャックありがとうございます。キュン、ジュンちゃん、ケロッピありがとうございます。ななみんちゃん、キャラクターありがとう。星さんぽ行ってくる、行ってらっしゃい。バイバイ、すみよありがとうございます。お昼とか17時ごろに重点置いた方がいいと思う。どういうこと、どうしたらいいってこと、要するに。レッチェルちゃんいっぱい、ケロッピーありがとうございます。朝昼夕の時間を起きてみた。おお、さすがやな。多分その三角さんの案を使おうと思ってます、明日の時間は。
そう、明日は終わるのが早いの。マクトラさん、シナモンじゃなくてプリンありがとうございます。明日は、あちらの私の目標はメンタルが途中で死なないことです。私はメンタルが弱いので、多分どこも最初から飛ばしてくるとこ絶対あると思うから、最終枠だけじゃなくても最初からとか。ちいさんハート100個ありがとう。キュン。私の目標、この配信で5000個投げること。強すぎ、ありがとう。大地くん、ポムありがとうございます。じゅんちゃん、ハート100個ありがとうございます。キュン。肌荒れがすごい。この後は自作の卵スープを飲み、お風呂に入り、明日の5時配信に備えます。あー、なんか怖いな、私最終日寝坊しそう、本当に怖い。明日とか途中で駆け引きとかあるのかな。卵スープを作ったの。やおちゃん、ハート100個ありがとう。キュン。間に合わなかった卵スープ。いや、それまでずっと若菜と寝坊してたんですよ。配信が終わって、いろいろ書き終わった後に若菜とちょっと電話して、全力が駆け引きです。なんかかっこいい、なんか塾のあれみたいだね、キャッチフレーズみたい。その全力だ、その全力が駆け引きだとかいう、なんかありそうじゃない。白猫さん、シナモンキャラクターありがとうございます。最初は組みで頑張ります、ありがとう。翔さん、ファイトありがとうございます。白猫さん、レインボースターありがとうございます。ラーメンハート500個ありがとう。ズッキュン。りょんぴさん、プリンありがとう。グッチーさん、ケロッピありがとうございます。全力出しちゃいますかかっこいい。じゅんちゃん、ハート500個ありがとう。ズッキュン。家に置いたものがなくなるってなぜですかね。わかりません。チュピタン、ケロッピありがとうございます。入れたらいいね、みんなで3位以内。HKT チョイスおじさん、お芋ありがとうございます。お腹鳴りそう。ポットさん、キャラクターありがとうございます。あ、なかなった。明日のがね、でもなるべく上位陣に食いついてないと、明日もそれもそれで結局向こうも投げるからきつくなってくるから、なるべくもう今日からちょっとは近づいておいた方がいいかなと私は個人的に思っている。
しゅんさんハートありがとうございます。額にスマホ落下、出た、寝てたでしょ絶対。イベントって明日まで、そうだよイベントって明日までなんだよ、びっくりだよね、なんか濃すぎるよね。シュート50カウント終わった、ありがとう、おやすみ。チョクさん、キャラクターありがとうございます。50カウント3周完了ありがとうございます。長いときついけど、まあね。ナイモンハーテッコありがとう。キュン、明日何時起き？普通に5時かな。5時っていうか5時から配信始めるんで、一旦寝ないかも、寝なくて次寝るかも。タモちゃんプリンありがとうございます。しゅんさんハート500個ありがとう。ツッキュン、ただいま、おかえり。ラーメンハート1000個ありがとう。ビッグラブ。プリン、黒蜜、シナモン、シナモン、うん、そうだね、シナモンかも。5時7時ラスト枠しか参加できないけど頑張る、ありがとうございます。レインボースターって10連すると何ポイントになる？1200、 1.2 倍だから。バイキンマンさんいっぱいありがとうございます。キャラクターひろつさん、バツマルくんありがとうございます。5人しか立候補いないの、そうですね、多分。フナイモンハート500個ありがとう。ズッキュン、ひろつさんレインボースターありがとうございます。グッチーさん、シナモンありがとうございます。HKT ちょいちょいさんレインボースターありがとうございます。シュンさんハート1000個ありがとう。ビッグラブ。ジュピターハート100個ありがとう。キュン、陽介さんレインボースターありがとうございます。ななみんちゃんレインボースターいっぱいありがとう。なんかイベントって感じだね、怖い。かくちゃんさんフォローありがとうございます。ゆうとっちさんハート100個ありがとう。キュン、まさみやさん、バツマルくん、え、どこ表示されなかったんだけど、こっちに。そしてこれが倒れそう、書いとこう。まさみやさん、くろみちゃんありがとうございます。あ、違う、バツマルくんだ。なんかこの最終枠もなんかイベントの最終日みたいだね。神崎雅和さん、ケロッピありがとう。たくのりさん、かわいいありがとうございます。バイキンマンさん、レインボースターありがとうございます。あ、 2.5 か、イベント中は。人星10連で3000ポイント、あ、そんな言ってたの。THY さん、レインボースターありがとうございます。
そちゃくん、シナモンありがとうございます。レイチェルちゃん、キャラピーありがとうございます。ちいちゃんさんめっちゃいっぱいありがとうございます。レインボースター、流れ星いっぱいかわいい、ありがとう。予行練習本当ありがとう。野上さんとかめっちゃタワーが、みんな報告好きね言うの。チピタン、ポチャックありがとうございます。私のメンタルを削りたいのかしら。アクトラさんハーチャックありがとう。キュン、タモちゃんポチャックありがとう。神崎正和さん、レインボースターありがとうございます。タモちゃんシナモありがとう。まあでも多分私を潰したかったらメンタルやるのが一番早いからね。私をもう負けさせたかったらメンタルを潰せば一番早いんで、確かにその戦略は間違ってないかもしれない。しかしそれをすると何が起こるかというと、私のファンが怒ります。それをすると私のファンの人が普通に怒ります。お前ら俺のりなちゃんは何してくれんだっつって。リーマンさんハート100個ありがとう。キュン、レイチェルちゃんハート100個ありがとう。サミヤさん、キャロッピーありがとうございます。黒霧島飲みすぎました。それはなんか楽しそうで何よりだよ。めっちゃお腹空いた。そう、俺のりなちゃん何してくれんだっつってみんな怒っちゃうよ。シューミーさん、シナモンありがとうございます。プリンクもありがとう。で、報告してきたつつのお尻ならったらどうする？バリおもろいよね。あれっていう。いいんだよ。差が開いても。もうだってしょうがないんだもん。どんだけ追い越しても追い越しても、すぐ追いつかれちゃうし。私は配信を頑張るしかないんだもん。神崎雅和さんハート100個ありがとう。キュン、みやさんハート500個ありがとう。ズッキュン、エスプッチンさんポチャッコのタワーありがとう。ちょっと写真撮る。ノーミスで全枠投げた、ありがとう。おやすみおやすみ。レイチェルちゃんハート500個ありがとう。ズッキュン、でもそうなんだよね、タワーいっぱい立てるより結局あれだよね、3位までが縮まった。ちょっと縮まったっけ、これは縮まった方か。グッチーさん芋ありがとうございます。上位に入ってもらいたい、ありがとう本当に。チュピタンキャロッピありがとうございます。ボキって言った。なるべく今日中にね、できるだけ縮めといて明日頑張ろう。焼き芋ナゲット食べたくない。焼き芋でも私ね、中がペチョペチョなのダメなのよ。神崎正和さんハート500個ありがとう。ズッキュン、
三角さん、シナモンありがとう、頭文字さん、キャラクターありがとう、たくのりさんかっこいい、ありがとうございます。三角さんはまだないね。スーパーで売ってるやつは取り外れあるよな。何が？何の話したっけ今。みやさんハート1000個ありがとうございます。ビッグラブ、レイチェルちゃんもハート1000個ありがとう、ビッグラブ。あ、焼き芋か、そうだ焼き芋の話したんだったし2週間って感じました。ありがとう、明日の準備ありがとうございます。ドンキの焼き芋好き、マジホクホクが好き。ゆうとちさんレインボースターありがとうございます。もう食べてた方がいい。うーん、どうなんだろう、どっちがいいんだろう。気が気じゃない感じ伝わった。もう今なんか何の話してるか自分でも分かんないぐらいなんか頭こんがらがってる。まだ仕事がない、これにて失礼します。ありがとうございます、来てくれて。なちゃんと同じ誕生日、あ、そうなの、12月30。タワーじゃなくて10連の方がいいらしい。だクマ10個とかそっち系。このルーム侮っちゃいけない人たくさんいるよってそうなの、みんなみんな侮っちゃいけないと。あのしゅんさん、シナモンありがとうございます。すごい今回シナモンめっちゃいっぱいいる、シナモンブームが来てるよ。3端末から見てる、あ、マジ？そんな？神崎正和さん、8000個ありがとう、ビッグラブ。タワー10連やばすぎ、タワー10連は初日以来見てないぞ。いや、まあ、逆に初日に見る方が珍しいんですけど。なるさん、キャラクターありがとうございます。ゆうとっちさん、レインボースターありがとうございます。初日のスタートダッシュと最後の追い込み以外見られるのがレアなの。最初に投げる人っているんだね、タワー10個。なさみやさん、ハート100個ありがとう、キュン。鼻がかゆいぜ、うん、風邪はひいてないんですけど、なんか鼻になんかついてる、なんかずっと繊維みたいなのがついてる感じがする。でも鏡で見ても何もないんだよね私あるある。あ、ほんのちょっとまた縮まった。あと5分本日の配信、まああと5時間後にはどうせわお会いするんですけど一応 LINE はまた送る予定なんですけど、まあ、どうなるかは分かんないので一応各自あのアラームなので設定お願いします。あたりさん、ケロッピありがとうございます。ともちゃんさん、レインボースターありがとうございます。最近誰も投げてなさそうなの、あ、なんだろう。結婚してシュミさん結婚してありがとう、ごめんなさい。リアプさん、ありがとう、キュン。私は寝ないかな、多分寝たら終わり。この後卵スープを飲んでお風呂に入ってコナンを見ながら寝ないようにします。あとラインバブルをします。でもね、さっきの配信終わりにね、眠すぎてラインバブルを一回やったんです。あ、さっきの一個前かな、遅刻した時の配信の
わる前、わその遅刻した配信の前の配信終わった時に一回 LINE バブルしたんだけど、眠すぎて全然もう何やってるか自分でも分かんなくなっちゃった。ともちゃんキャロッピありがとうございます。ゆうどっちさんレインボーストありがとうございます。たわ10年だったのに結婚しなら OK 来るんちゃう。さあどうかな、もしかしたら勢いで OK しちゃうかもしれない。満足さんありがとうございますみたいな。その手があったが乗るな乗るな、煽られとるぞ。レイチェルちゃんいっぱいキャロッピーありがとう。すごいカエルがいっぱい。あそうじゃ んカエルが壇上にいっぱいあるとこ今なら写真撮れそう。撮った。カエルシャワー。めっちゃお腹鳴る。あ、58分だ。ランキング読もうっと。13位バクトラさんありがとうございます。12位ショピタありがとうございます。11位グッチーさんありがとうございます。10位マサミヤさんありがとうございます。9位シューミーさんありがとうございます。8位シュンさんありがとうございます。7位ユートッチさんありがとうございます。6位ラーメンありがとうございます。5位神崎正和さんありがとうございます。4位タモちゃんありがとうございます。3位ヤスプッチンさんありがとうございます。2位レイチェルちゃんありがとうございます。 GTHY さんありがとうございます。ありがとうグッチーさんお疲れありがとう。 HKT チュアツオジさん花束ありがとうございます。レイチェルちゃんいっぱい買えるありがとう。マサトさん100回目の訪問ありがとうございます。ヤスプッチンさんファイトありがとう。今日もいっぱい枠ありがとうございました。私は次の5時配信寝坊しないように頑張ります。ぜひ皆さんも来れたらいっぱい来てください。ありがとう。明日頑張ろうね。もう明日で決まっちゃうよケロックンさんお疲れありがとうございます。ともちゃんお疲れありがとうございます。頑張ろうねみんなで。じゃあバイバイ。ありがとうございました。イエイ。ありがとうございます。自動で切るの待つ。ありがとう。意外と長い。そうなのよ。あなた。バイバイ。